どうもこんばんは、マイペース男です。本日ね、自由が丘で、ウーバー丘を久しぶりにやりたいと思います。でね、今時間が19時14分で、今日ちょっとね、東京雨降ってたんで、今もね、割と雨降ってるんで、ちょっと鳴りはいいんじゃないかなということで、早速オンラインにしました。そう、シミとかはね、ついてないんだけどね。ただ今回ね、やっぱ雨クエが出てるんで、1件でもやると200円プラスつくんですよ。1件で200円、5件で700円、6回で1500円という感じで。まあ、とりあえず5件。で、今19時でしょ。2時間ぐらいかな、やるとしても。21時ぐらい。まあ、それまでにね、まあ5件厳しいと思うんで、多分1件でもいいんでね、なれば。まあ、追加インセンティブ200円入りますんで、またね、クエストを狙っていきたいと思います。はい、今ね、駅の方に向かって坂道を降りてます。この辺のね、こっち、こういう大きい道路は大丈夫なんだけど、この辺のね、ちょっと脇に入った道はね、割と氷がね、すごい、この間の大雪の影響でね、この辺はすごい氷がいつまでもね、溶けてなかったんだけど、ようやくね、溶けましたね。お、待った、なりました。はい、皆さん、取りました。 0.8キロ、 800m か、342円、自由が丘のあえんさんですね。とりあえず1軒目になったんで、行ってきたいと思います。今回もしかしたらなるかもな、1時間ちょっと、2時間ぐらいでもね。とりあえず行ってきます。アエン自由が丘店さん、こちらですね。はい、ではでは、アエンさん預かってきました。配達先350m です。近いんで行ってきます。いやー、今一応やんだけどね、また自由が丘でね、ウォーカーするときはやっぱり雨なんですね。今年のね、9月ぐらいからウーバーウォーカーがね、全国で始まって、割と自由が丘はね、結構いろいろと朝もやったり夜中もやったり、割とね、いろんなとこでウーバー丘、自由が丘はね、いろんなタイミングでやったんだけど、やっぱりあの、一番覚えてるのは、あの、土砂降りの中やった自由が丘のね、ウーバー丘ですよ。やっぱ雨の日になるからな、あれきつかったな。まあ、気になる方はね、よかったら過去の動画見てみてください。結構自由が丘でウーバー丘やってますんで。いや、雨が上がった後のね、こういう道の感じ好きなんですよね。というわけで、記念すべき1件目配達完了しました。はい、クエスト達成でね、プラス200円が入りました。まあ、東京ね、締めついてるんだけどね、この自由が丘はね、締め入ってないんですよ。駒沢とかね、あの辺なんだよね。東京すごいな、200円ぐらい入ってんじゃない締め。はい、この道に自由が丘のね、おしゃれな通り来ましたね。この辺とか本当な、いい感じだよな。はい、なんだかんだ自由が丘駅に来ました。この辺ね、ファーストキッチンとかマクドナルドとかあるんでね、ちょっとその辺の注文が来るかわかんないですけど、待ちたいと思います。はい、皆さん乗りました。2軒目乗りましたね。焼肉越塚、前行ったことあるお店ですね。とりあえず行ってきます。はい、焼肉越塚さん、こちらです。はい、越塚さん預かってきました。配達先めっちゃ近い、 260m ですね。はい、懐かしのネットカフェ大好きです。いやね、去年、一昨年の夏まで、埼玉にいたんですけど、埼玉からね、よく自由が丘にね、来てた時に、まあ、帰り終点とかなくなって、よくあのネットカフェでね、お世話になっていたことがありますね。懐かしい。この沖縄料理屋めっちゃいいんですよ。はい、2軒目もね、無事配達完了したんで、とりあえずまた駅に戻ります。はい、皆さん3軒目なりました。マクドナルド来ました。行っていきたいと思います。ようやくマック案件拾いましたね。はい、マクドナルド着きました。なんか工事してるな。はい、マック受け取り完了。今回も 350m ってなかなか近い案件です。行ってきます。はい、踏切に足止め食らいました。気長に待ちましょう。緑道沿いですね。3件目配達完了した、しました。したと同時に4件目、ローソンが鳴ったんで取りに行きたいと思います。いいっすね。鳴りますね、やっぱりね。向かいます。ローソン 3F、着きました。はい、4軒目かな、ローソン、預かってきました。配達先550m です。あと2軒でね、またクエスト達成なので、ちょっとあと2軒なんとか、その後取りたいですね。とりあえず配達先4軒目、行ってきます。はい、なんだかんだね、4軒目配達完了終わって、また駅の方に戻ってきました。とりあえずこの辺で自動します。はい、そんなことなんで自動してたらね、マクドナルドがまた鳴りました。0.6キロ案件、マックです。行ってきたいと思います。やっぱ頼みの綱はマックなんだよな。はーい、マック再びです。はい、マクドナルド預かってきました。今回5軒目こちら 500m です。行ってきます。なんかね、街がキラキラしてるよね、自由が丘はね。はい、というわけで5軒目配達完了しました。はい、あと1軒ということで、なんとか、今8時36分、まあ、あと30分ぐらい、9時ぐらいまでやるとした、あと30分なので、駅前で
とりあえずラストの1件を待ちたいと思います。皆さん今ね、配達を終わって駅前で待ってたらラスト1件になりました。どこだと思いますか？なんとマクドナルドです。というわけで本日3回目のマックピックアップしていきたいと思います。はい、2度マクドナルドでございます。はい、3度目のマックを扱ってきました。というわけで、ラストの配達こちら 400m ですね。近いですね。全部配達終わったらねマックでも行こうかなと思ってたんだけど、さすがにねこの配達で3回マックお世話になってるんでちょっと気まずくてこれはいけないですね。はい、というわけで、はい、マックは諦めます。いやー、ほんとね駅前がねいい感じなんだよな、ここは。はい、お疲れ様でした。というわけで最後のね配達完了しまして、はい、今駅の方に戻ってきました。というわけで本日の成績発表します。オンライン時間1時間39分、ほぼほぼ1時間半で6乗車、2992円、ざっくり3000円ということで、いや素晴らしいですね。アメクエがね良かったですね。今回アメクエがですね1回目の配達で200円、そしてその後5回やったんで700円で、合計900円のアメインセンティブいただきましたね。ちなみにあと6回やると1500円なんですけど、それはさすがにやらないでおきます。というわけでね、今日最高なのは雨が降ってたから雨くえ出たんだけど雨が止むっていう、これ一番最高のパターンで、はい、配達できました。というわけで、まあ、こんな感じで、ね、クエストなどもこなしつつね、また自由が丘ね結構なるんでね、まあ、いろんな時間帯で検証してね、新年の自由が丘ウーバー丘をねまたやっていきたいと思います。というわけで、この動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では帰ります。ありがとうございました。